日本とキルギスの関係では、日本とキルギスの関係について外説する。ソ連から独立したキルギスを、日本は1991年12月28日に、カザフスタンなどと同時に国家承認し、1992年の1月26日には外交関係が樹立した。その後、日本の積極的な ODA によって、両国関係は少しずつ進展し、 1995年5月には市場経済化促進のための人材育成を目的としたキルギス日本人開発センターがビシュケクに開設された。2003年1月27日にはビシュケクに在キルギス日本大使館が開設され、2004年4月には東京に在日キルギス日本大使館が開設された。1999年8月には南部のバト研州にて、 タジキスタンやウズベキスタンで、主に活動する武装勢力、ウズベキスタンイスラム運動が国境を越えて、法人の鉱山技師を誘拐する事件、キルギス日本人誘拐事件が起きている。これを受け、日本政府は、三橋周方、ーキルギス大使が本部長、松田邦旗参事官が事務局長を務める、現地対策本部長をビシュケクに設置し、アスカル、 アカエフ大統領と共同会見を行った。その後、日本政府とキルギス政府、さらにはタジキスタンなどの協力もあって10月には、鉱山技師は無事解放されたものの、身の代金の行方など、事件の経過に不明な点が多かったことから中央、アジアにおけるカントリーリスクを見直す契機ともなった。キルギス大統領クルマンベクバキエフと内閣、総理大臣、 福田康夫安全保障面や貿易などでロシア、同じトゥルク系民族であるトルコとの良好な関係維持を重視しつつ、中国や米国等の間でのバランス外交を標榜しているため、日本との交流も緊密である。要人往来としては、1993年4月、1998年10月、2004年4月に、アスカル・アカエフ大統領が、訪日、 2007年11月には、クルマンベクバキエフ大統領が訪日して、福田康夫内閣総理大臣と会談。2013年2月には、アルマズベクアタンバエフ大統領。2019年10月には、ソーロンバイジェーンベコフ大統領が訪日している。いずれも、実務訪問品格といっての訪日であり、経済協力の進化や、外交の緊密化が図られている。 キルギス首相も何度か訪日を実施しており、会談に連動して、キルギスと日本の経済協力を図る、日本キルギス経済合同会議も開催されている。一方、日本側は2015年10月には、安倍晋三総理大臣はキルギスを訪問し、アタンバエフ大統領と首脳会談を開いている。そこでは、アフガニスタン、アイソル、北朝鮮核問題、過激主義について、 意見交換がなされたほか、世界遺産登録されたシルクロード保護への支援、中央アジアでは、極めて貴重な水資源や麻薬問題に関する協力についてが言及された。経済支援面では、日本のキルギスに対する支援は2018年までの累計で、優勝資金協力376億円、無償資金協力300.76億円。 技術協力178.99億円にも上っており、これは米国やドイツに次ぐ支援金額である。この背景には、キルギスは中央アジアのスイスと呼ばれるほどの観光資源や農畜産物生産に適した気候、また教育水準の高い労働力などを有していることが挙げられ、キルギス自身が貿易や投資を促進し、中央アジアの拠点化を目指していることにある。 貿易面では、2019年の日本のタイ、キルギス貿易額は、輸出が20.23億円に上る一方、輸入はわずか0.58億円で、大幅な日本の黒字となっている。輸出品は、一般機械やゴム製品、輸入品は糖類及び同調製品、蜂蜜、植物性原材料、一般機械などである。文化面でも日本は援助の立場にあり、 草の根文化無償資金協力などの文化的な協力は計11件、金額は計3.20億円に上った。主な内容は2010年の柔道機材整備、2014年、ビシュケク人文大学登用、国際関係学部日本語学習環境改善、2018年、カラバルタ市サッカー競技場人口芝設置計画、同年国立フィルハーモニー音響証明機材整備、 などである。また、キルギスでは、高等教育の場で日本語教育が行われているほか、日本による文化遺産保護に関する交流事業や、高校学者、歴史学者の育成なども実施されている。一方、在キルギス日本国大使館は、漫画やアニメといった日本文化の発信に努めている。アスカルアサンベコビチクタノフ、マラットアクマトベコビチジャマンバイフルイスベク、 シルガンバエビチモルドガジエフ、チンギスアザマトビチアイダルベコフタライベクアジクロフ、ミルランエセノビチアルスタンバエフ。ありがとうございます。